はい、どうも、翔太です。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、本日またまた新しいグローブ増えすぎだ増えすぎちゃってね。今年ね、あの6月頃に、はい、ワールドペガサスさんの展示会に行きました。おお。そこで来年のあのワッペの商品とかを見させていただいて、営業の方だったりいろいろお話をしたんですよ。うん。その時にさ、俺らってさ、まあピッチャーやるじゃないですか。はい。ピッチャーやる中でなんかさ、指の中にこうなんかリングが入ったやつあるじゃない。はいはいはい。なんとかリングっていうか、はいはい、薬指リングのことかな、うん、フィンガーループみたいな。ああ、はいはい。まあメーカーによって呼び方は違うけど。そうそうそう。これさ、じゃん。あら、今回ちょっとお借りして持ってきちゃいました。はい、これ全部入ってるじゃん。そう、薬指リングって言うけどさ、これさ、薬指と中指にあるんですよ。絶対動かないね。いや、これびっくりした。こういうのあるんだっていうところで、うん、で、これってさ、ここでこう調整できるっぽいのね。あー、ここ、うん、そうですね。こっちを潰してこっちだけっていうのもあるし、こっちを残してこっちだけ潰すっていう場合もあるし、なんかそういうのもできるらしいんですよ。知らなかったけど、まあ固有にもいけんじゃないかな、ワンちゃん。こういうさ、中指と薬指にこうリングが入ったピッチャー用を使うの初めてなんで、ちょっと投げてみて、はい、ちょっとこの感想をちょっと話していきたいと思います。まあないからね、普通は。いや本当よ、他のメーカーさんないんじゃないかな。しかもさ、こう元々このグローブの中についてるっていうのはあると思うんですけど、うん、こうやって一体となってこれで調整できるっていうのはないと思うんですよね。うん、まあこのなんでこの調整できるかっていうのを聞いたんですよ、実際に。聞いてみたら驚きの話でした。はい。お子さん用の、まあ、ジュニア用にも中指のこういうフィンガーループっていうのはあるんですけど、うん、まあ、お子さんって手ちっちゃいじゃないですか。はい。手が小さいから手の大きさによって、まあ、指をこうね、ぶれないようにこう調整して締められると、うん、で締めていって、例えば小学3年生の子が買いましたグローブを締めて、指はこう中でこうね、暴れないようにしました、うん、じゃあ5年生6年生になって手が大きくなります。今のその状態の3年生時代の状態の指は入らないですよ、もう、うん、そういう時に緩めて調整できる。なるほど。っていう、3年生が6年生になったらもう手が変わりますよ、大きさが、うんうん、そのサイズに調整してまた調整できるってことは、中学生の成長期とかめちゃくちゃ良くないですか。そうなんですよ。そうだよ、中学生とかそういう時にこのその成長期にすごいこう役に立つというか、うん、この中でブレないっていうのはすごい大事なんですよ、うん、やっぱ女の子もさ、子供もさ、こうグローブこう、まあこれはピッチャー用ですけど、内野用でやったらこうたまにこうグローブが取れちゃう時がある、はい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 、バーってボールに負けて、うん、バーッ取れますよ。それもこれでしっかり固定してフィットしとけば、そうですね、取れることない、うん、ブレない、こう出した時にブレない。もともと手首バンド でしか調整できなかったっすね。そうなんですよ、ここにこうつけてね、こうなんかね、リストバンドにこうつけてやってたのがあったんですけど、今もうこれで固定できる。そうですね。そういう考えを持つワッペさんすごいなと思って、ちょっとワッペさんね、本当尊敬ですよ、うん、マジで。まあ薬指リングは今まであったけどね、うん、もう中指薬指も両方ともやっちゃうみたいな、はいはい、でこう調整しちゃおうみたいな、これはなかった、マジで、うん、なかった。はい、なんでこれちょっとこれで消しゴムしていきます。はい、はい、この感じなかなかないと思う。すごい違和感しかないもん。いや、平岡君マジでありがとう。いや、この感覚ないぞ、マジで。いや、マジこのブレがない、ブレが。このグローブの中で遊ばないっていうのが、はいはい、やっぱ一番、やっぱ野球やってて、いいよ、これ。めっちゃ良くない？めっちゃ良く、わかんないか。使っててね、いや、本当にここが固定されてるんです。力入る感じ？こう投げんじゃん、こうやってこうやってやんじゃん、こうやって、うん、こうやってやんじゃん。横なんだ、肩を。横だ、横、横、すごい良き、うん、キュッとしてる。じゃ、答え新感覚なにこれ確かにね、確かにハマりますわ、これ手に。あ、やばい、横だろ、これ投げる。これ、ワッペさんのグローブちょっと大きめっすよね、これ。大きめ、大きめだけど、大きさを感じない、手入れた時に。やっぱ遊びがないからな。うん、なんか、2段階ロックみたいな感じ。すげえ分かりづらいけどでも、本当にそんな感じ。
マジで中指と薬指の固定がさ、うん、こうなんかこう力になるというかさ、アルモニア的な、はい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 、アルモニアのダブル、アルモニアとは違って横型でもいける。なんか薬指リングとアルモニアをなんかこう混ぜた感じ、混ぜた感じ。はい、どうでしたか。やばい、どう、やばい、よくない、やばい、フィット感すげえ、これいいよね。いや、新感覚、うん、絶対にブレない、指の中で本当にブレないんで、しっかりこう力が伝わるというか、このやっぱ薬指中指のこの固定って結構やっぱ力入ると思うんですよね、うんうんうん、しっかりこうボールを伝えられる感じがする。フィット感はあるんだけどストレスは一切感じない、うん、そうだね。まあ大人はねやっぱ手大きいからあれだけど、うん、やっぱ子供、お子さん、はいはい、お子さんはやっぱりこう手の大きさとかね、まあいろいろあると思うので、まあだからこれだったら中学生とかかな、この大きさだと、うん、親御さんはやっぱお子さんにねグローブ買うときすごい迷うと思うんですよ、うん、やっぱ安さを重視したりすると思うんですけど、はいはい、安さを重視したところでもうグローブがあんま使えなかったら意味がない。そうですね。だったらもうこれでさ、ね、手こうしっかり固定してさ、うん、こうブレないグローブにしてこう野球を楽しんでほしい、はい、そういう気持ちがすごいあります。伝わりましたか。いやいいね、いやすごい、革質もいいですね。革質もいい、王冠だし、僕が持ってた赤いあのワッペのあのグローブに似てる気がするんですよね。ウェブも一緒じゃないかな。一緒一緒一緒。今ね、ここが追加されたぐらい。そう、今ボナールマサがね、あの使っております。本当かどうか分かりませんが、でも彼があの継承してくれてます。はいはいはい、いやでも本当にいい、いいんでね、ワッペさんのあの購入リンクがありますんで、はいはい。でこれは今年販売なんであると思うんですけど、はい、来年版とかこうもうちょっとこうさらにパワーアップした、はいはいはい、かっこいいカラーのグローブだったり、うん、いろんなあのなんだろう、考えられたグローブだらけなんで、もうこれだけじゃないですよ、もうキャッチャー用もファーストミットも、はい、で内野手用も外野手用も全部考えられたものがありますので、うん、来年またアバッペさんに関しての道具紹介とかできると思いますので、うん、ぜひともその辺見ていただきたいと思います。はい、はい、では本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。